これから屋外で行える運動の例として縄跳び運動を行います。まずは怪我をしないように体操をしましょう。まず屈伸を行います。膝の曲げ伸ばしをして太ももの前と後ろを伸ばしましょう。膝を開かずかかとを上げずに行えるとより効果的です。次に伸脚を行います。足を肩幅より広く、開きます。膝に手を置き片方の膝を曲げ、もう片方の膝を伸ばしてつま先を上に向けるようにして伸ばしましょう。反対も行います。曲げた足の方のかかとをなるべく浮かさないようにしましょう。続いて深く行います。この時もできるだけ伸ばしている方の足のつま先を上に向け、曲げている方の足のかかとを浮かさないようにします。続いてアキレス腱を伸ばしましょう。伸脚の足の幅のまま横を向きます。後ろの足のかかとが浮かないようにして前の膝をゆっくり曲げていきます。この時前の足の膝に手を置き、体が前に倒れないようにゆっくり行いましょう。反対も行います。かかとが浮かないようにして勢いをつけずにゆっくり行います。もう一度行いましょう。最後に反対です。はい、それでは最後に全身を伸ばして深呼吸を行います。手を前から大きく上げて息を吸いながら上へ伸ばします。横からゆっくり下ろしながら息を吐きましょう。全身を伸ばすように大きくゆっくり行います。はい、ここから縄跳びの運動になるので怪我をしないように準備運動をしっかり行い、周りにぶつからないようにして休憩を取りながら行ってください。それでは縄跳びの運動の例を行います。まずはじめに両足で跳んでみましょう。はじめはゆっくり10回程度チャレンジしてみましょう。できるようになったら少しスピードを上げてみます。1回のジャンプで1回回してテンポよく飛んでみましょう。これも10回程度行えるといいです。前ができたら後ろもやってみましょう。はじめはゆっくりから始めます。慣れてきたらスピードを上げるようにして飛んでみましょう。1回のジャンプで1回回せるといいと思います。次に交差跳びを行います。今の両足跳びで手を交差したまま跳んでみましょう。はじめはゆっくり跳んでみます。はい、できるようなら少しスピードを上げてみましょう。この時回している手が上に上がりやすいです。そうすると引っかかってしまいやすいので腰の位置で回せると引っかかりにくいでしょう。前ができたら後ろもやってみましょう。ゆっくりから始めます。できるようになったら少し速くしてみましょう。このようにして10回程度練習をして慣れてきたらスピードを速めてみます。次に横回しからの飛び方を練習しましょう。今行った2つの飛び方に1つ動きを足します。まずは横回しの練習から。体の横で8の字を描くように体の横で右
左、右、左と交互に回します。はい、横回しができたら右で回した後1回飛ぶ、次に左で回して1回飛ぶ、また右で回して飛びます。交互に回して飛んでみましょう。はい、飛べるようになったら手を交差して飛んでみましょう。横で回して交差飛びです。手を交差するとどうしても上で回してしまうので腰の高さで回せるといいでしょう。次に2拍子足振り跳びを行います。足を振りながら跳んでみましょう。まずは縄跳びがないところで足振りの練習です。片足ずつ後ろ前後ろ前と足を交互に変えて行います。横から見るとこういう風になります。後ろ前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 、右左右左と交互に足を変えてみます。ではこれに縄跳びをつけてみましょう。縄跳びを回しながら足を右左右左、後ろ前後ろ前と交互に変えながら跳んでみましょう。はい、できるようになったら足が後ろに行った時に1回跳び、前に行った時に1回、ゆっくりやる場合にはこのような形になります。はい、早くやってみるとこのような形になります。はい、自分のできる範囲のペースでいいので練習してみましょう。次にスキップをしながら飛びますが、周りにぶつかるところや人がいないことを必ず見てから行ってください。まずは前回しからゆっくり行います。スキップをしながら前へ回して前に進みます。できるようになったら少しスピードを上げてみましょう。回すスピードや進むスピード、またはジグザグに動いたりしてみましょう。できるようになったら今度は後ろ回しで前に進んでみます。縄跳びを後ろに回して前に進みます。スキップのタイミングや手の回し方に注意し、周りに気をつけながら行ってください。はい、次は二重跳びです。1回飛んだ時に2回縄跳びを回します。1回飛んだ時に2回縄が回っているのが見えたでしょうか。横から見ると分かりやすいです。これを連続でやってみましょう。10回目標です。前の二重跳びができたら後ろの二重跳びにもチャレンジしてみましょう。はい、手が前の方で回ってしまったり、
手の位置が腰よりも高くなってしまうと回しづらいので、気をつけて回してみてください。二重跳びが苦手な人はこのような練習方法もあります。ジャンプをした時に太ももを2回手で叩いてみましょう。飛んだ時に縄を回すタイミングで手を叩いていることになります。この時にジャンプをしてももを叩いたら、足が後ろの方に曲がらないように気をつけましょう。後ろに曲がってしまうとジャンプをするタイミングが遅れてしまいます。ジャンプをしたら ももを2回叩く練習から始めましょう。次に縄跳びを使っての苦手な人の練習方法です。縄跳びを片手に持ちます。ジャンプをした時に縄跳びを2回回します。この時の音を聞いてください。ヒュンヒュンという音が聞こえていると思いますが、縄がジャンプしている時にヒュンヒュンと2回聞こえるようにジャンプのタイミングを取りましょう。最後に難しい技にチャレンジしてみましょう。今二重跳びの練習をしたと思いますが、この二重跳びを片足ケンケンで行ってみます。右足で跳べるようになったら左足にもチャレンジしてみましょう。この他にもスキップをしながら二重跳びで回ることもできます。いろいろ二重跳びでもいろいろな跳び方があるのでチャレンジしてみてください。次にはやぶさにチャレンジしてみましょう。1回のジャンプで両足跳びとはや跳び両方とも飛びます。手の動かし方をよく見てみましょう。最後に返し跳びです。ゆっくり回すとこのような形になります。手を前後に開いて縄跳びを飛んでいるように見えますが、実はこれは飛んでいません。頭の上と横を縄跳びが通過しています。早くやるとこのような形になります。足が引っかかりそうになった場合には少し足を左右に振ってみましょう。今回の縄跳びの運動は以上になります。今日紹介した他にもいろいろな跳び方があります。いろいろな跳び方にチャレンジしてみてください。終わったら軽いストレッチを行い、手洗いやうがいを忘れないようにしてください。使ったところ、足や腕などのストレッチを行っておくと良いと思います。これで屋外で行える運動の例を終わりにします。